では今好きな女は誰だ？名前は愛花。遠い世界にいる恋人っすよ。遠い世界？遠距離恋愛っていうあれね。ではお前がその愛花を好きだと判定した証拠は何だ？証拠？そうっすね。ただ隣にいるだけで楽しくて鼓動が高え感じで、あれが幸せってやつなんですかね。わかるわよ、小助くん。私も雪村くんといるときはそう。一緒にいると楽しい、一緒にいると鼓動が高まる。これも一般条件の可能性が高いかしら。他は可能なら数値を含む要素が望ましい。数値っすか。お、愛花のために総額22万7,000円ばかり使っちまったけど、まあこの程度は当然っすよね。22万7,000！私が雪村くんのために費やしたお金なんて。どうせ誕生日プレゼントくれる人なんていないでしょ。一言多いな貴様は。去年あげた728円のメモ帳くらい。1要素がすぐにいたという単純計算で 311.8 倍の差。それほど小助君の思いは強いっていうの。あとはこれも当然っすけど、多分2年以上毎晩寝るときは欠かさず抱きしめてあげてますよ。抱きしめて？そんな、私雪村君を抱きしめて寝たことなんて一度も。あったわ、1回あった。いやでも2年以上毎日ということは 365×2、 つまり730回。彼の抱きしめ指数は私の730倍以上。嘘でしょ。いくつかの証拠から雪村君を好きかもと判断したけど、それって客観的に見ると間違っていたのかもしれない。これが恋する人の本当の姿なの。ここまでの思いがなければ好きとは言えないというの。愛花ちゃんってこの子？